先日、韓国空軍が運用する F-35A ステルス戦闘機が胴体着陸をした情報をキャッチしたみたいなんだけど、さらに恐ろしい事実が明るみになったよ。実は、韓国空軍が運用する F-35A 戦闘機が偽物である疑惑があるんだよな。あのアメリカが自国製品を、それも偽物を売るなんて信じられないよ。アメリカにはアメリカの事情があったようだな。同盟国としての関係がありながら、北朝鮮にべったりの韓国をアメリカはすでに信用できない様子で、今後両国の関係が風雲急を告げる事態も考えられるようになっているぜ。みたいだね。そんな韓国のお粗末な事情と、アメリカを怒らせたことで起きる弊害について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。現在、アメリカとの契約に基づき、F-35A ステルス戦闘機が逐次韓国に導入されているところだけど、隣の国のこととはいえ、機密情報については気になるところだよね。そもそも、アメリカが開発した技術の中にはブラックボックスと呼ばれる軍事機密部分もあり、日本においても運用している戦闘機の一部には当然ブラックボックスがあるんだ。ブラックボックスがある場合、その機体の修理や回収はアメリカの手によって行われるため、例えばグアムに改装するなどの手間がかかるのも事実だよ。それを差し引いても最新鋭の技術や兵器を搭載している戦闘機を持つことが、日本の国防に大いに寄与するから購入して運用しているってわけ。じゃあ、韓国はどうなっているの？韓国は、日本の場合とは少し事情が違うようだね。そもそも、売り手側のアメリカが買い手側の韓国を24時間監視しているというのだから、尋常ではないよ。これは、アメリカ曰く韓国を信用できないことの表れだね。アメリカは韓国を明らかに信用していないんだ。その証拠に、韓国に配備されている F-35A は外観のみ F-35A 戦闘機とは言えるものの、中身は完全オリジナル製品となっているからな。要するに、F-35A をアメリカから買ったのだが、その機体の中身を入れ替えたということみたいだぜ。当然ブラックボックスの部分は、元から韓国側に見せないようにして、ってわけだ。そこまでアメリカが韓国を信用しない理由は、北朝鮮中国の影がちらついていることが最も大きな原因だろうね。韓国は、経済面で中国との関係を強化しており、中国の後ろ盾がある北朝鮮とも融和できると踏んでいるようなんだけど、北朝鮮ほど狡猾な国家はないわけで、利用価値があれば利用され、馬鹿にされるだけということがわかっていないんだろうね。北朝鮮からすれば、韓国はアメリカとの直接交渉に乗り出す時の出しでしかなく、交渉が途絶すれば韓国と接近する意味もないわけで、建ててあげたビルを爆破されても遺憾の意で済ませてしまう韓国は、本当に北朝鮮に舐められていると思うよ。そんな関係性を有している韓国を、アメリカが果たして本当に信用するのかってことだな。ブラックボックスでも開けられて、中国や北朝鮮に流されでもしたら、アメリカの国益を損なうわけだし、かといって、同盟国一応である韓国に何もしないわけにはいかず、アメリカが考えついたのはハリボテ F-35A を韓国に持たせておいて、周辺国を威嚇することしかなかったんだろ。ちなみに、韓国は F-35A を60機購入予定だったんだけど、現在その機数は40機程度に落ちているとされているよ。なぜ20機分を節約したのかはわからないけど、本当にお金がなくて買えないというのも本音のようだね。韓国のウォンが対外通貨としては弱いことは誰もが知っていることであり、アメリカや日本が通貨スワップを言って俺たちも後ろ盾になってやるから、ウォンがダメでも円とかドルとかでフォローするからさと、両国のブランドにすがって生きてきた部分があるよ。表だって日本を非難しているくせに、裏ではおんぶに抱っこだもんね。でも、2022年1月時点で日本もアメリカも通貨スワップを終了しているため、韓国は両国の経済的なブランドイメージを使うことができないんだ。本当に内袖を触れなくなってしまっているってわけ。そんな状況にもかかわらず、韓国は軽空母の保有計画を表明したんだよね。強襲揚陸艦を空母化改装するとぶち上げたのは、日本が出雲型護衛艦出雲加賀を空母化することとし、出雲がアメリカ海兵隊との合同訓練で F-35B 乗り発着テストを無事に終えた後のことだったよ。明らかに悪神が見え隠れしていて、気持ち悪いよ。韓国のそんな軽空母化計画が果たして本当に確定しているのかはよくわからないけど、韓国は軽空母用に短距離離陸垂直着陸可能な F-35B 型を20機程度調達する方針を打ち上げているんだ。
ちなみに日本は、F-35A を105機、空母搭載用の F-35B を42機調達することが決定していて、機体数だけを見ると世界でも本国アメリカの次に多い機数となっているぜ。そもそも韓国が F-35B や軽空母建造の意思を表明した背景は、日本を敵対視していることがあるんだ。海上自衛隊が護衛艦出雲加賀を航空母艦化改修を行うことで、韓国は敵国の勢力増強を不安に思い、対抗策を考えた結果、こっちも空母を持とうと安直に判断したと考えられるね。しかし、実情として F-35B 型は、アメリカやイギリスが調達計画からすでに手を引く動きを見せており、世界の戦闘機事情から見ればそろそろロートル機と考えられている機体とも言えるよ。製造企業であるアメリカ国ロッキード・マーチン社は収入の一部を失われてしまうところだったけど、韓国が購入の意欲を示したことで、新たな顧客をゲットすることには成功したわけだね。ちなみに韓国、軽空母艦の開発に必要であるという理由で、F-35B の詳細情報の開示を要求したようだが、ロッキード・マーチン社は契約完了後にしか見せないとして拒絶しているぜ。契約前にそんなことを言う国がいるんだね。まあ、韓国なら納得だよ。韓国が空母を持つということは、中国への配慮から避けていたという見方もあるようだね。韓国は、現在保有している独島級強襲揚陸艦の後継艦として、3万トン級大型輸送艦を建造すると大々的にもともと表明していたんだけど、これは軍事大国の中国を気にかけうちは空母を持ちませんよと配慮したという裏話があったんだ。そんな状況下で海上自衛隊が護衛艦出雲と加賀の航空母艦化を公表したことで、韓国にとっては中国にはばかることなく日本が持つからうちも持つと、格好の理由ができたといったところじゃないかな。日本への対抗策として考えたものなら、中国の機嫌を損ねることなく、堂々と空母を保有できるし、中国から空母の技術を提供してもらうことも視野に入れることができるからね。韓国からしたら、そんな感じで頭の中が幸せな構造になっているのかもね。そもそも、空母を持つは持たないというのは、地勢によって大きく影響を受けるんだよね。日本は4州を海に囲まれた島国であり、その地勢上から見ても、海上防衛、海上から迫り来る敵への対抗は必要不可欠となっているよ。今もすでに、中国海軍の脅威を受け続けている尖閣諸島南西諸島の防衛戦略には、陸上拠点だけでは困難であり、出雲や加賀によって運用される F-35B が絶対的に必要になってくるってわけ。F-35B はステルス性能向上を重視している構造ゆえに燃料搭載量が限られており、他の従来戦闘機よりも航続距離や行動半径が短く、長期戦を考えると空中給油機も必要になってくるわけで、洋上補給拠点としても空母を保有することは必要不可欠なんだよね。と、日本には空母を持つべき理由と事情があったわけだけど、韓国はどうなんだろう？韓国の地勢を見てみると、海洋部分だけで見ても日本の約 10% 程度しかなく、仮に北朝鮮領海を加算したとしても、約 12% 強になるくらいで、陸上基地から発進する F-35A 型の航続距離の範囲に十分収まるということは、誰でも理解できるんだ。また、空母とは洋上を航行してくる空母打撃群に対する反撃手段としての活用もあるんだけど、韓国に洋上から攻め立ててくる国が果たしてあるのかと聞かれて誰が答えられるかな？日本、アメリカは敵だと明言してくれるならば、こちらは自国防衛のために先制攻撃も辞さず、とあらゆる手段を持って韓国に攻撃を仕掛けることになるかもね。F-35 シリーズは、韓国以外の国からも引き合いが多く、実は、イタリアも F-35A と F-35B の2種の調達を進めていたんだけど、ここに来てイタリアが中国にべったりとの状況があり、アメリカが難色を示しているとの話が聞こえてきたよ。経済的にイタリアと中国は関係が深く、多くの中国労働者がイタリアに入ったことで、イタリア国内でも爆発的にコロナウイルス感染者が増えたんだけど、この時に中国人目とイタリア世論が湧かなかったのは、イタリアが中国資本によって経済活動を支えられていることを理解していたからと言えるんだ。イタリアには、F-35 シリーズの修理や改修などを行うことができる公式工場 FACO があるんだけど、これですら中国との関係が徐々に高まるようであれば、イタリア経由でその秘密が暴かれてしまうのではないかとアメリカが考えても無理はないよね。韓国にせよ、イタリアにせよ、繋がるところは中国というところに、アメリカがシビアになるのは無理もないだろうな。日本のように安心できる同盟国を確保しておきたいところだが、韓国なんかはもう何を言う気もうせるだろうぜ。
ちなみに韓国、F-35A の回収については日本の小牧基地にある FACO での対応を拒否しているね。反日感情が先立つ傾向があるため、自分の戦闘機を日本に持ち込むことは完全に拒否しているからなんだ。でも、それはあくまで韓国側が説明した理由であって、日本の事情はちょっと違うよ。日本の FACO は三菱重工業メインで運営されているため、韓国の依頼する仕事なんか受けたくないってところが本音なんだろうな。何しろ、戦争中の徴用工問題で韓国司法に財産を没収されて売却されるかもしれないわけで、そんな国の仕事なんか受けてやるもんか。と公言したって誰も怒らないと思うよ。そもそも韓国は、日本の約半分の人口しかいない国なんだよね。でも、軍事予算に注ぎ込む費用は日本と同額と言われており、このお金を捻出するよりもっと有効な使い方はできないのかと国民からたびたび批判されているのも事実ってわけ。そんな批判の声を反日だけで押し切ってきた韓国政府に、果たして先見性のある政治や国防が語れるのか、本当に疑問だよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。F-35 ライトニング2は、米国のロッキード・マーティン社が開発生産している第5世代ステルス戦闘機だね。米国は戦闘機の開発において挑戦に君臨していると言っても過言じゃないもんね。全世界で1000機以上の導入が見込まれているからな。ちなみに西側のベストセラー戦闘機としては、第3世代戦闘機で F4 ファントム、第4世代戦闘機は F16 ファイティングファルコンで、第5世代戦闘機としては、この F-35 ライトニング2がベストセラー戦闘機になるであろうことは確実だね。ということで今回は、そんな F-35 ライトニング2の量産が全世界で本格化していることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。F-35 ライトニング2だけど、ロッキード・マーティン社より2021年度の総生産数が発表されたよ。2021年度の生産数は世界で142機となっていて、この中には、航空自衛隊向けの F-35A も6機入っており、ステルス戦闘機としては初の大量生産体制が敷かれた戦闘機でもあるんだ。日本は2021年までに A 型通常離着陸型を47機、B 型短距離離陸垂直着陸型を8機調達するための予算を執行しており、2012年より開始した調達予算の執行だけど、2021年までの9年間で A 型及び B 型の両タイプ合わせて、1兆2000億円近くの調達予算が計上されているよ。そして、日本は現状では全部で147機 A 型105機、B 型42機を調達する予定となっており、F4EJ 改善機退役と F15JDJ の初期型をすべて F35 に入れ替える予定みたい。このように F35 ライトニング2は、現在、米国の同盟国や友好国で導入が進められているんだけど、おととしの2020年度は世界的なコロナウイルス感染拡大の影響で工場の稼働率が低下し、F-35 の生産数の鈍化が指摘されていたけど、2021年度は工場の稼働率も上昇し、生産数が拡大してきているよ。F-35 ライトニング2を生産する工場は、現在のところは、米国テキサス州にあるフォートワークスにある工場、イタリアのカーメリにある工場、日本の愛知県西春日郡富山町になる工場の3カ所となっており、これらの工場は FACO 最終組み立て検査施設と呼ばれているんだ。日本にある FACO は、三菱重工名古屋航空宇宙システム製作所の小牧南工場が指定されており、この工場では2015年12月より F-35A ライトニング2の生産工場として稼働を開始し、航空自衛隊向けの A 型機体の製造を担当しているよ。小牧南工場では、ノースロップグラマン社とロッキードマーティン社、BAE システムズ社の各社で生産して送られてきた機体各部の部品から機体本体を組み上げて、日本の IHI 社でライセンス生産した機関部ジェットエンジンを取り付けることにより、F-35 を製造しているってわけ。小牧南工場では、部品の製造は行っておらず、世界各地の工場で製造された部品や機器を組み上げることにより機体を製造するため、FACO 最終組み立て検査と呼ばれているぜ。そして、この小牧南工場の年間製造可能数は6機となっており、この6機という機数は、防衛省が予算化している年間調達機数から来ているな。そして、その小牧南工場へ納入するジェットエンジンをライセンス生産している IHI 社だけど、同社は相馬及びクレ島にある同社工場で部品の製造を行い、
東京の瑞穂工場にてジェットエンジンの最終組み立てを行っているよ。IHI 社は、F-15J イーグルのジェットエンジンもライセンス生産した実績があり、次期戦闘機として開発中の次世代第6世代戦闘機のジェットエンジンの設計開発も担当している、日本最大のジェットエンジン製造メーカーだね。この IHI 社が F-35 用のエンジンの生産と今後の定期的なメンテナンスの対応を行うものと思われるんだ。このように日本の FACO 小牧南工場は、年間生産数が6機となっており、2021年も計画通りに6機の F-35A ライトニング2の最終組み立て及び検査を完了させているよ。ここから判明することとして、2021年の F-35 の全世界での生産数は142機だから、残り136機の生産は、米国とイタリアの2カ所で行われたということであり、他に工場の生産数は日本とは桁違いの規模であることに驚かされるよね。この F-35 の導入を2020年までに進めている国としては、米国、日本、韓国、シンガポール、英国、イタリア、ノルウェー、オランダ、ベルギー、デンマーク、ポーランド、イスラエルなどがあり、これらの国の機体を2021年に生産していたことになるぜ。このように多くの国で導入が進んでいる F-35 だけど、2021年にも導入を決定した国は増え続けているみたい。2021年は、スイスが通常離着陸型 A 型を36機、フィンランドが同型機を64機、導入決定しているからね。他に検討中の国としては、カナダ、ギリシャ、スペインなどがあり、特にカナダについては、88機の導入を検討しており、F-35 の大口導入国となる可能性があるんだ。カナダは、現在、FA-18 スーパーホーネットとグリペン E と比較検討をしており、2022年中に最終判断がなされる予定となっているよ。そして、このカナダ以上に F-35 の導入を検討していた国があるんだ。カナダ以上、すごい大口の導入だね。それってどこの国なの？それはトルコだね。トルコは F-35 の A 型を100機以上導入する計画を持っており、機体の部品製造まで手掛けていたんだ。しかし、トルコは米国の反対を押し切りロシアから S-400 地対空ミサイルの導入を強行したため、F-35 の導入計画は2018年に米国が凍結している状況だね。そうなんだ。アメリカを差し置いてロシアを選んだんだね。トルコは2008年よりトルコの首都アンカラにあるトルコ航空宇宙産業 TAI にて、F-35 の機体部品の製造を手掛けているよ。そして、機密事項の塊であるステルス戦闘機の部品製造を行う国が、仮想敵国であるロシアの兵器を導入することとなったことから、米国内で機密情報の流出が強く懸念される事態となり、米国はトルコに対して、ロシアから S-400 地対空ミサイルの導入を行うことに強く反対したってわけ。しかし、その反対を押し切り S-400 をトルコが導入したことで、2019年7月には、F-35 の引き渡し中止とトルコへの部品製造委託も中止される事態となっているんだ。米国内ではトルコへの制裁には反対意見も多くあったぜ。それは、トルコ航空宇宙産業 TAI の工場で生産している F-35 の部品総数は900点余りにも及ぶ多岐にわたるもので、これを代替するには時間を要することもあり、量産体制にある F-35 の生産に大きく影響を及ぼす懸念があったからだな。しかし、米国としてはトルコがロシアへ接近することは絶対に容認できない事態であり、これまでトルコを支援してきた米国としては、トルコの裏切りとも取れる行動に対して何の対応も講じないことはあり得ず、最終的には制裁を実施することとしたってわけ。近年、米国とも友好関係のあったトルコ、ロシア製兵器を多く導入してきたインドなどの新興国家は、元来、米国派かロシア派かの二択であった選択肢のほか、第三の独自の選択肢を行使することも増えており、これまでの米国圧倒的優位な世界情勢に変化の兆しもあるみたい。こうした F-35 の導入を検討している各国の不確定な動きは、中東最大の国家であるアラブ首長国連邦も同様であり、2017年頃、アラブ首長国連邦は F-35 の導入を前向きに検討していたんだ。これは、同国が長年敵対関係にあったイスラエルとの国交樹立を宣言し、イスラエルと友好関係にあった米国との関係も改善方向に向かったため、2021年1月に F-35A を50機導入する方向で、トランプ政権下の米国とアラブ首長国連邦間で契約の締結がなされたってわけ。しかし、トランプ政権からバイデン政権へと政権交代がなされた後、
バイデン政権はアラブ首長国連邦が行ったリビアやイエメンへの爆撃を理由として、2021年12月には F-35A の同国への輸出は中断されるに至っているよ。このように F-35 の導入を希望しながら、米国の意向で導入がなされていない国は他にもあり、それは日本の隣国である台湾もまたしかりだね。台湾は、経済的にも軍事的にも強大化し、領土的な野心を隠そうともしない中国とは対立関係にあり、この中国に対抗するために高性能な第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2の導入を米国に強く希望していたんだ。しかし米国は、中国を強く刺激することに対しては及び腰であり、特に台湾への最新鋭戦闘機の輸出は、中国が過剰な反応を示して不測の事態に発展する可能性や、台湾の親中派による中国への F-35 のデータに関する情報流出の危険性もあることから、米国は台湾への F-35 の輸出を拒否し、第 4.5 世代戦闘機である F-16 ファイティングファルコンの最新型の輸出に止める対応をしているよ。考えなしに輸出するわけにもいかないもんね。いろいろ難しいな。米国は対中国に対する対決姿勢を鮮明にしており、米海軍を中心として対中国を念頭に置いた戦力整備計画を進めているからね。しかし、現状、米国内では中国は台湾への武力侵攻を成功させるほどの戦力を有してはいないという判断が大勢を占めており、それが、F-35 の輸出を承認しない一因でもあるようなんだ。それでも米国政府としては、中国の巨大化に大きな危機感は持っているため、今まで輸出を躊躇していた第 4.5 世代戦闘機については輸出承認を行っており、これまで F-16 の初期生産型を輸出していたのが、今回、最新型の輸出を決定したことからも米国政府の中国に対する警戒感が現れていると言えるんじゃないかな。このように台湾軍の質的優位を確保するために米国は中国を刺激しないよう慎重に兵器の輸出を行っているけど、もし、米国が台湾 F-35 などの最新鋭戦闘機を輸出することになれば、それは、中台間の緊張が非常に高まってしまった状況であるということになるね。そうなれば、日本への影響も無視できず、台湾の現有戦力の増強は日本としては歓迎できるものの、F-35 が台湾へ輸出されるほどの状況というのは、日本として歓迎はできないものであると思われるよ。このように世界的ベストセラー機となる要素が多くある F-35 ライトニング2だけど、米国と各国の思惑が複雑に絡み合い、一筋縄ではいかない状況も多く発生しているってわけ。日本も F-35 ライトニング2の大量保有ユーザーだけど、かつて F-22 ラプターを導入しようとして失敗した失態を繰り返さないためにも情報管理保持の徹底と対中国及び対ロシア、対朝鮮を念頭に置いた十分な防衛体制の構築と平和維持に努めていただきたいものだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。日本は航空優勢を図るため開発中の次期ステルス戦闘機と同時進行で、無人戦闘機開発も実行すると自民国防部会で発表したね。日本は土地柄、航空優勢を図るのは必須だと言えるもんね。中国っていう最大の仮想敵国も存在しているから、軍事面を充実させることが急務だね。そうだね。さて今回は、防衛省航空自衛隊が進める F2 戦闘機の代替機計画、これに連携する無人機開発も発表したことについて、解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。この無人戦闘機の最高スピード 10G という驚異的な異次元の速さを聞いて驚愕を隠せなかったよ。日本でも無人戦闘機技術が開発され、こんな技術があったというのを世間であまり知られていないんだ。それもそのはず、与党自民党の国防部会安全保障調査会防衛会議の席上で、防衛省が2035年をめどに現在の F2 戦闘機の代替機と連動する無人航空機の開発を行うことを発表。ちなみに F2 は F1 の後継として開発された航空自衛隊の戦闘機であるのだけど、1995年に初飛行を行い、2000年から部隊配備を開始しているよ。公式ではないけど、軍事関係者や航空機ファンからは平成の冷戦や、ビーパーゼロなどという愛称で呼ばれているね。この航空自衛隊が運用することになる無人航空機の開発に関しては、2022年度防衛予算に初期費用を計上して本格化される見込みとされ、これと並行して運用方針や仮想敵国の状況等も鑑みての開発方針が決定するよ。
計画の進め方としては無人航空機の実寸大のモックアップなどを当初作成、その後、実証機のテストでの飛行結果などを得ながら進められていくというのが防衛省のやり方だね。そして次世代戦闘機計画で生み出される機体が今回の無人航空機を完成する方向というわけだね。無人航空機といえば正確には遠隔操作方式と完全自律型方式が思い浮かぶが、現在開発中のものは後者の遠距離ホエホエを想定したものだと言えるだろうな。ただし世界的観点で見ればアメリカなどではすでに第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2などによる随伴無人機の研究が進んでおり、相変わらず日本の取り組みの遅れ感が拭えないように感じるぜ。防衛省が一般公表している令和2年11月14日付の次期戦闘機開発についてと題した資料の中では、F2 戦闘機の代替となる次期戦闘機を日本における航空優勢確保の要と表現しており、ますます期待が高まったよ。次期戦闘機に求める3要素って具体的にはどんなものなんだろう？まずは、兵装面も含めた高ステルス性。次に質で量に対抗する大容量高度な友軍間の情報連携、そして高機能なレーダーセンサ類だね。この領域3つの具現化を打ち出しているってところだな。本題とは少し脱線してしまうけど、同資料の中で西側各国の、現在の戦闘機の開発機体単価等が算出する基準によって変化するため、一概に算出は困難としながらも一応の目安として提示されていることも分かったよ。その資料によると、第4世代戦闘機である現行の F2 戦闘機の開発費が3600億円単価112億円で、同様にユーロファイタータイフーンの開発費が 2.3 兆円単価113億円と記載されているね。そして第6世代戦闘機である F22 ラプターの開発費は 2.3 兆円単価210億円であり、同様に F35 ライトニング2の開発費は 6.1 兆円単価110億円だと指摘されており、F35 ライトニング2の高騰が目についてしまい野党からの反対意見が出るのも納得がいくというものだよ。すでに次期戦闘機の開発には約5兆円が必要へと予算要求をしているが、メディア等への吠え声により国民に拡散してしまい、日本で最大90機前後の生産数で終了する動機への大きな懸念材料にもなっているぜ。防衛省側も国民の批判へ対策をするため、今回三菱重工業を主契約者とする集約化、部位によって海外からの調達を検討するなど、アメリカやイギリス企業との協調を否定しない態度を示しているね。具体的な業務提携先として名前が挙がっているアメリカのロッキード・マーチン社や、イギリスの BAE システムズ社などとの協調がここからも伺えるけど、日本は自国での主導を諦めないという強い姿勢を示しているよ。さらに次期戦闘機開発についての資料では当然無人機に言及した記述もあり、技術的な人工知能の進化と操縦者等の人的損耗防止の観点から見ても、その開発は世界的にもベーシックな傾向であると指摘しているんだ。ただし、これによって得られる人的省力化に関しては、2030年代における即時的な戦闘機の搭乗者不足の意味をなさないと言われており、有人戦闘搭乗者の確保にすぐに問題が発生する事態になるとは直結しないぜ。しかも定型的な運用で対応が可能と見込まれる偵察や、空対地攻撃といった分野では無人機の導入は比較的簡単と想像しつつ、飛来する敵機に対する即応性は有人機に劣ると指摘されていることが分かったな。この事柄を踏まえて防衛省では、有人戦闘機に随伴しその任務を支援する遠隔操作型の無人航空機の開発を行うと明記し直して、令和3年度の概算要求からその開発予算を計上したんだ。その一方で軍事最先端のアメリカはスカイボーグ計画として、有人戦闘機と安価な無人機との連携を4社で研究しており、これに向けて複数の無人機製造企業と試作機の製造に着手しており、映画のような未来戦争でも起こすのかと疑ってしまうね。4社ってどこなの？この4社とはボーイング社、ゼネラルアトミックス社、ノースロップグラマン社、クラトス社のことであり、さらにこれに加えてイギリスの BAE システムズ社の参加も記述されており、また無人の大量破壊兵器が作られていくだろうね。有名どころが一堂に会しているね。これらの中ではクラトス社の X958A バルキリーや、ボーイング社がオーストラリアと共同開発しているロイヤルウィングマンが最も有名だけど、両機とも自立飛行型の無人戦闘機であり人工知能を有しているんだ。人工知能を搭載しているの？なんだか一気に SF っぽくなってきたな。しかも本体一機で約2から3億円の値段となっているから、100億以上する有人戦闘機と比較すると確実に安価で購入できるってわけ。
当然パイロットの人件費も減らすことができるので各国の導入は増えていくばかりだと思われるよ。防衛省の次期戦闘機開発についての資料で飛来する敵機への即応性に疑問を投げかけられていた無人戦闘機であるわけだが、これらの続報に日本がどのように反応するのかにも注目していきたいね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれてありがとう。ありがとう。Thank you。かたじけない。ありがとう。Thank 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 you。かたじけない。